ラビング軍はアメリカが州国テキサス州にある軍。2000年の国勢調査によると人口は67人で3000近くある全米の軍の中で最小である。軍庁所在地は唯一の街の面倒ねである。軍の名前はグッドナイトイコールラビをチャールズグッドナイトと共に開拓したカウボーイのオリバー・ラビングに由来する。ラビングとグッドナイトは 現在の軍の付近で放牧中にコマンチ族の領域を通過したため襲撃され、ラビングは重傷を負った。この傷がもとでラビングは死亡している。アメリカ合衆国統計局の国勢調査によると、1753平方キロメートルを占め、1743平方キロメートルが陸であり、10平方キロメートルが池や川である。 0.56%を水が占めている。軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、67人、31の世帯、19の家族が住んでいる。人口密度は0.03人平方キロメートルである。70件の住居があり、平均件数は0.04件平方キロメートルである。人口の60人が白人、6人がその他の民族や人種。 一人が二つ以上の民族や人種を親に持ち、七人はヒスパニック系である。アフリカ系アメリカ人、アメリカ先住民、アジア系、ハワイなどの太平洋の島々からの移民と申告した人はいなかった。三十一世帯のうち五世帯が十八歳未満の子供と一緒に生活しており、十七世帯は夫婦で生活している。二世帯は未婚の女性が接待医であり、 11世帯は家族以外の住人と同居している。10世帯は独身の居住者が住んでおり、2世帯は65歳以上で、独居である。1世帯の平均住居者数は2.16人であり、家庭の場合は2.65人である。人口の13人が18歳未満で、1人が18歳から24歳、18人が25歳から44歳。 24人が45歳から64歳、11人が65歳以上である。平均年齢は46歳である。女性100人に対し、116.10人が男性である。18歳以上の女性100人に対し、125.00人が18歳以上の男性である。一世帯の平均年収は4万ドルであり、家庭の場合は5万3750ドルである。 男性の平均収入が25,833ドルであるのに対し、女性は0ドルである。住民1人当たりの収入は24,084ドルであり、貧困線以下にある住民はいない。カウンティ・トトルズ・ダタセット、ポピュレーション、ポピュレーション・チェンジ・エステマイテッド、コンポーネンツ・オブ・ポピュレーション・チェンジ、エイプリル1、2 0 1 2ジュライ1、2015、 2016年7月2日閲覧、US ディセニルセンサス、ユナイテッドステーツセンサスビューロー、2015年5月3日閲覧、テキサスアルマナック、ポピュレーションヒストリーオブカウンティーズフロム1850、2010、テキサスアルマナック、2015年5月3日閲覧、ステートカウンティークイックファークッツ、ユナイテッドステーツセンサスビューロー、 2013年12月19日、閲覧、ありがとうございます。